地球は現在、激しい活動の時期を経験しています。これは、アルシオーネからの宇宙線が増加することによってもたらされる、エネルギーの流入の高まりによるものです。この強力なエネルギーは、ここ数日で顕著な変化を引き起こし、地球全体に変革の波をもたらしています。太陽フレアの増加と地球の終満共鳴の揺らぎは、物理的環境の再構築だけでなく、人類の意識の覚醒にも重要な役割を果たしています。特に注目すべきは、6月16日に全ての周波数が大幅に上昇し、55Hz の高出力に達したことです。これは、非常に高い5次元の周波数です。この急激な周波数の上昇は、地球の電磁活動に実質的な変化をもたらし、その日の 55Hz のピークは、さまざまな宇宙エネルギーが地球のエネルギーパターンにどのように影響を与えているかを示しています。18日には、地球の周波数は前回のピークを超え、63Hz まで急上昇しました。これは6次元の振動に到達したことを示し、エネルギー出力の顕著な増加を明らかにしています。続く19日、地球の周波数は持続し、43Hz の周波数で共鳴しています。これは依然として、5次元の周波数範囲内に位置しています。これらのエネルギー的な変化は、地球規模でその深遠な影響をもたらしており、多くの個人が自分自身と周囲の世界について深く理解するよう促されています。この目覚めを受け入れ、個人的な成長を遂げる人々がいますが、変化に抵抗する人々も存在します。この変化を狭い政治的視点で解釈し、いわゆる目覚めのレッテルを貼る人々がいます。これは、工事の理解に目覚めたばかりの人々の間で、分裂と混乱を引き起こす可能性があります。すべてを政治的な問題として見る個人は、宇宙とのつながりを完全には理解できていません。意識されるべきことは、精神的な変化に関わるものです。政治的な考えに影響されることなく、宇宙エネルギーは、人類の集合意識を高めようとする光の力であることを理解することが極めて重要です。無限の創造者の力は、強力で偏在するエネルギーとして宇宙全体に絶え間なく流れています。この力は人間の理解を超えて正確かつ調和して作用し、存在そのものの複雑な相互作用を指揮しています。それは、すべての創造物を織りなす目に見えない糸であり、無限の可能性を秘めた宇宙の織物の中で、すべての存在とすべての粒子を結びつけています。宇宙の光を通じて神聖な意志が発散されることで、万物の相互関係と宇宙を支配する、その固有の秩序を思い起こさせます。この意志は、現実の構造に浸透する、工事の目的と知恵に同調し、存在の全体性における自分の位置をより深く理解するように導いてくれます。これらの過渡期と激動の時代を乗り切るためには、皆さん自身の内面と地球の両方で起こっている深遠な変化に対して、心を開き、受容的であり続けることが不可欠です。皆さんの惑星を愛し、彼女がカバールの破壊から癒されることを望むのは、単なる政治的な考えではありません。飢餓とホームレスをなくし、世界中に平和をもたらし、すべての人に繁栄を願うことは、目覚めた物語ではなく、真の目覚めの物語です。闇の支配者たちは、多くの人々に受け入れやすい政治的考えを利用して、
社会を混乱させています。人々が目覚め始めると、彼らは状況を悪化させ、人々が恐怖や憎しみを感じ、分断されたと感じるように物語を操作します。このような困難な時期には、心のささやきに耳を傾けることが不可欠です。外部の影響や大衆の意見の喧騒の中で、皆さんの心に宿る知恵が明晰さとガイダンスの灯台となります。トレンドや群衆の声に流されることなく、自分の内なる声や直感に注意を払い、内側からのメッセージを尊重することで、真実の自分らしさと一致する生き方を育むことができます。心の知恵を信頼することで、宇宙の力と神の意志に調和した決断と行動を取ることができ、人生の充実感とその目的を高めることができるのです。内省と自己認識の力を受け入れて、不確実性を乗り越え、心のささやきに誠実さと確信を持って、未来への道を照らしましょう。外部からの影響により、皆さんのスピリチュアルな旅が乗っ取られることがないようにしてください。無限の愛のエネルギーが皆さんの存在の隅々に浸透し、周囲のすべての人々に向かって放射され、愛する地球の本質を包み込むようにしましょう。すべての生命との深いつながりを抱きしめ、あらゆる境界や障壁を超える、その純粋な形の愛を感じ取ってください。思いやりと理解の穏やかな力を感じながら、共感と優しさを共有し、人々を結びつける旅を進めてください。皆さんの心を光の道しるべとして、愛と調和の道を照らし、愛が支配し、平和が栄える世界を育てましょう。私たちは皆さんを心から愛しています。私たちは銀河連合です。皆さんと共にこの重要な時期を歩んでいます。以上が銀河連合さんからのメッセージです。一部分かりにくい部分がありました。この変化を狭い政治的視点で解釈し、いわゆる目覚めのレッテルを貼る人々がいます、という部分です。日本語では非常に分かりにくいですね。目覚めのレッテルという部分で、原文ではウォークという単語が使われています。ウォークとは、ウェーク、目覚めの過去形で、もともと社会問題について強い関心を持ち、さまざまな人々の立場などに理解がある人の状態を指しますが、このメッセージのニュアンスは否定的に使われています。表面的なパフォーマンスのために、つまり偽善的にそのような行動をとっているという意味合いです。例えば、神や宇宙人を信仰する人々の間で、人に対する親切や地球環境の改善活動などが行われているようです。すごいですね。こんな言い方でメディアでは伝えられ、政治的に、つまり大衆的に、パフォーマンスとして解釈されるということです。これにより、工事の理解に目覚めたばかりの人々の間で分裂と混乱を引き起こす可能性があると銀河連合さんは伝えています。このように周りから見られることで、目覚めたばかりの彼らは状況を悪化させ、人々が恐怖や憎しみを感じ、闇の支配者たちは彼らが分断されたと感じるように物語を操作するという意味です。恐ろしいですね。この光の力がもたらすものは、目覚めた物語ではなく、真の目覚めの物語です。つまり、ウォークではなくウェイクです。加えて、外部の影響や大衆の意見の喧騒の中で、私たちの心に宿る知恵が目覚めたばかりの彼らにとって、明晰さとガイダンスの灯台となりますと銀河連合さんは伝えています。外部からの影響により、私たちのスピリチュアルの道が乗っ取られることがないようにしましょう。
エンディングでもアースちゃんは話します。地球の周波数は高止まりしていて、今日はすごく眠かったです。朝から寝ては翻訳、寝ては翻訳を繰り返していました。時間の経過も早く感じますが、まだ1本しか動画が作れていません。これから頑張っていきたいです。実はもう眠いですが。